さん地声やで大きい声で喋ってな。おっさん、うん、うんうん最後めっちゃ人にいつも言うじゃないですか。どこに対して大きい声で、マイクを使って命名者の感謝状を読むとハウリングしちゃう。じゃあじゃあだからどこに向かって、ゴープロに向かってさ、はい、いやだから一般のこっちじゃなくて、あ、じゃないです、このカメラに聞こえた、こうやってやるから、はい、よろしいですか、では始めてください、はい、今俺がいじめられてるの撮れたからな してもあかん。なんて言ってるか聞こえ。リンパの話してる。ああ。これ回ってんね。Yeah.
なと思って。ほらほら。矢印がついてるからこの矢印を向けたい方に、ああその方につけなかった、ね、最悪かここに来て前日に来て待って待って、これの向きがあるから手に引っ掛けるときにこっち向きにしたらいいの、名前をできるか無理やったよ、こうやって引っ掛けたら名前見えへんからこっちで見える方で引っ掛けたかないと逆やったらあのかけ直すから、はいはい、じゃあ面白かった、絶対のこっち前につけてな、こっち前と思って開いて逆やったらもうすごいねーってなる、あ、ここ向いてな、はい、ここがこっち向くとお客さんが、お客さんが入らないようにってこと、そう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 、観覧席の方に背を向けちゃうと私は観覧席を置く、あの何とか下り終わりました、カンタをやりましたで、カンタとつなぎの間にあんたが映る可能性があるのか喋ってるのか、その時はもう必ずご苦労様です、あ、もっともっとあんな走るぐらいだったら喋りながらもうちょっとあれ、もうちょっとヨネがもうタッシュやから面白いけどあれはあれで、もうちょっと早く動き出してもいいかな、ちょっとあとな、あのトラック
てる時に、カナダ帰りや、カナダトラブルありやすいから、私がこの子にいいよって言ったら、この子がそこから多分なるとかしたら、ではこの子じゃんのって言って、それ以外につなぎしゃべりしといて、カナダダメやったら私、逆に餌あげて返さへんから。ちゃんと帰ったらこの子にいいよって言ったらこの子が丸って言ってからこの子さんの交渉でしたし、もう別になんかそんなカッチリしてた喋りじゃなくて、そうそうそう、あー緊張しますとかでも言ってくれたら、それに対して私が何か汗だくやね、はい、大丈夫か汗だくどっちが勝つの一緒に喋ったらハッピーやね、あーでも私だからすぐ切られへんから喋ってもらっていいから、カチカチカチコチの模式みたいにしようじゃなくても、ね、最初 の、 言わないかん、こんにちは、何通応募あってとか、こうやって選びましたとかいうのだけちゃんと間違いなくしゃべって汚れてんじゃん、あとはもう、はい、大丈夫でございます、蛇かなんかなっちゃう、模様つけましたそのうちまでもは呪術中、呪術中回線みたいなありがとうございます、ありがとうございます、どうせチャチャ入れんねやろ、あんた、うん、おとなしいからそっかおとなしいから、そうだね、そうやな、まあってなってんの、すぐ切れんねんで、まだ俺のは繋がれへん、え、繋がろうかもしれない、ちなみにショートメールも届かへんみたい、メール、ショートメール届かへんやん、うん、あ、それやったら大丈夫、Wi-Fi が届くところであれば、あ、そうなの、でも Wi-Fi が繋がれば LINE の方がいいです、 LINE で、 LINE は大丈夫、家で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 、これからリハーサルです、ちょっと一回かけて、かけて、かけていいと思います、かけますね、メイメイさんに、もしもし、ゴブロ違う方、これじゃない、はい、チビー方、あの、聞こえますか、いた、ありがとうございます、それで今からね、リハーサルさせていただきたいんですけれども、由来お願いしますって言ったら由来をそのまま喋っていただいてもいいですか、お願いします、はい、じゃあ、はい、お願いします、じゃあちょっと移動します、そのセリフもそのまま喋らせてもらいますね、何ちょっと、あ、それ何何は、はい、見ちゃった、こういうのがあれだ、頑張れ、あー、それがいい気持ち悪いあー、君が大きくやったら連絡してくれる、目がきつ、やばいよ、無理できそうなぐらいやばいよ、キッチさんお願いします、緊張しすぎて目が飛び出てきた、やばい、あ、本当にやるけど、どんだけ無理できるの、いいよいいよ、何これ、あ、大丈夫、あの人緊張しているこれか、
今日も決まってる？今日も決まってる。ちょっと変やね。そうそうそう。今日は何日なんだ。寝癖つかまからん。さっきセットしてたんですよ、ちょっとね。毎回そう。大事なこと。すごい。何と一緒なの？名前とかいいんじゃない？入ってるもんは一緒だ。台風には気持ちがないんだ。ない、うん、これあれはジブリ見すぎや。気分もないかな。そんなに感情悪いに感じるんだけど。ないと思うで。台風には感情はないと思うで。ただ集めたいと。はい、10分前です。1分前で、はい、何10分かな。10分かな。大丈夫やんな。餌あるな。はい、はい、大丈夫。大丈夫大丈夫。大丈夫じゃない。あんまり大丈夫じゃないかな。でも動かしときたい。怖くてちゃんと届けます。何開けてんの？分からんようになるかな。1万回ぐらい上げてるやん。これ大丈夫です。どうぞ。
マイクない方がいいかな。写真だけ。はい。はい。OK です。はい。OK に伊勢シーパラダイスで生まれたカリフォルニアアシカのアマネという愛らしくカンタファミリーの一員にぴったりな素敵なお名前を付けてくださいました。よってここに感謝の意を表します。令和4年7月5日株式会社伊勢妙と岩パラダイス伊勢妙と岩ふれあい水族館シーパラダイス館長田村龍太ありがとうございます。ありがとうございます。後日ですね、どんどんさんにはこちらの感謝状と、はい、伊勢シーパラダイスの年間パスポートと、はい、考えてる。写真だけ、写真広報用撮ります。写真です。ここまで入ってるの、これ口が入ってる、目入ってるけど、私が入られる、私が入られる、私が入られる、ここエイちゃん入ってる。ほら、あらね、息が出る。よかった、よかった、よかった。よし、もう巻き借り使う。めっちゃスタッフおるな。ガチャガチャガチャって出てきた。どんどん消えていくんだよ。どんどん下がるものなんだって。そこ OK 写真 OK。 はい、ご苦労様です。ありがとうございます。はい、長かったね。長かったです。届くよ。はい、頑張りました。子供ちゃんの名前が決まりました。やったー、はーい、やったね。すごい、よだれがすごいよ。